コズミックイラ72、1年半にわたった地球プラント間の戦いは、ヤキンドゥーエ中域戦をもってようやくの終結を見た。やがて双方合意のもと、かつての悲劇の地ユニウスセブンにおいて締結された条約は、今後の相互理解努力と平和とを誓うものだった。世界は再び安定を取り戻そうと歩み始めていた。だが一方では、コーディネーターとナチュラルの対立は未だ根深く、紛争が頻発する状況だった。父さん、母さん、マユ、オーブ出身であるシン・アスカは、オーブが戦場になった先の戦争で家族を全て失っていた。戦争を誰より憎みながらも、シンは力を求めてザフトに入隊する。大切なものを二度と奪われないように。戦いを呼ぶもの。工業プラントアーモリー1、新造戦艦ミネルヴァの進駐式を控えて駐留するザフト軍に、パイロットシン・アスカの姿があった。士官アカデミーで優秀な成績を収めたシンは、エリートの証である赤服を身につけ、ザフトの新兵器のパイロットに選ばれるまでに至っていた。同じ時、オーブの首長カガリユラ・アスハがアーモリー1を非公式に訪れ、プラント評議会議長ギルバート・デュランダルと面会。カガリのそばには、先の戦争後オーブに亡命したアスラン・ザラが、名をアレックスと変え護衛として控えていた。カガリはオーブ船の檻に流出したオーブの技術と人的資源がザフトで軍事利用されていることに激しい憤りを見せる。オーブ防衛船の檻、我々は難民となったオーブの同胞たちを温かく迎え入れました。その彼らがここで暮らしていくために、その持てる技術を生かそうとするのは仕方のないことではありませんか。強すぎる力はまた争いを呼ぶ。いいえ姫、争いがなくならぬから力が必要なのです。どこまでも平行線をたどる二人、そこへそれぞれの言葉を裏付けるように新たな紛争が湧き起こる。地球連合軍特殊部隊ファントムペインが、ザフトの開発した新型モビルスーツを奪取するためアーモリー1を襲撃したのである。4機の新型のうち3機が奪われ、基地はたちまち大混乱に陥る。シンは残る1機インパルスガンダムの出撃準備を急ぐ。そしてアスランはカガリを守るため、手近なザクウォーリアに乗り込んでいた。こんなところで君を死なせるわけにいくか。
球軍なのか。こんな時にアスラン。もうやめろ。分かっている。ここを突破して早く避難しよう。もうやめろ。これはザストの新型。この襲撃は強奪が目的だったのか。もうやめろ。なんなのこいつ、もう出てきたの。どいつだ。離脱だ。やめろステラ。されても面倒だ。首でも土産にしようっての。格好悪いってんじゃねえ。そういうの。シン、援護する。脱出されたらおしまいだ。その前に何としても捕らえる。行け。お迎えの時間だろう。遅れてる。バス行っちゃうぜ。私がこんな。いや、お前はここで死ねよ。レオには僕が言っといて。さよならってな。アウル、黙れバカ。余計なことません。強奪部隊ならば外に本体がいるはずです。インパルスまで失うわけにはいきません。乱れば発進。ルナマリアは船の援護。ここは任せる。俺は先行して敵増援を警戒する。新型戦艦と情報にないモビルスーツ。俺は守り抜け。確かにこれは俺のミスか。よし行こう。つつましくな。早速お出ましね。いいシン、敵を見れればに近づけないように。分かってます。でもできるかどうか分かりませんよ。こいつ、私たちまんまとはめられたってわけ。
でこんなことになったんです。なんだぜこんな簡単に敵に。こいつ今度こそバラバラか生け捕るか。どっちにしろまた楽しいことになりそうだな。あれさっきのやつじゃないじゃん。なんでもいいけどね、ぶっ壊せればさ。もう出てくるか。分が悪いがやるしかない。無茶だレイン、下がれ。アビスのパイロット、俺が相手だ。もう邪魔しに来たのかよこいつ。まおもちゃは多い方が嬉しいってね。せいぜい楽しませてくれんだろ、お前がぶっ壊れるまでさ。この感覚、まだいる。なんだ、これ何かが来る。なんなんだ君は一体。白い坊主君、こちらオーブ代表カガリユラ・アサハシだ。俺は随員のアレックス・ディム。議長との会見中騒ぎに巻き込まれ、避難もままならないまま機体を借りた。デュートリオン・ビーム上官を許可します。本艦はダッシュされた機体の追撃に当たります。また出会えることを楽しみにしているよ、白い坊主君。そしてザフトの諸君、真の奮戦にファントムペイン司令ネオ・ロアノークはインパルスガンダムのダッシュを諦め撤退する。ミネルヴァは直ちに追撃を開始。そこには緊急避難したデュランダル、そしてカガリとアスランも乗船していた。追撃の道すがらカガリはデュランダルの語る力にやはり反発する。だが理想を語るカガリの姿は真には何より許しがたいものだった。さすが綺麗事はアスハのお家芸だな。俺たちは国を信じて、あんたたちを信じて、そして最後の最後に裏切られた。オーブの理念だなんだって言ったって、あんたたちだってあの時自分たちのその言葉で誰が死ぬことになるのかちゃんと本気で考えたのかよ。オーブの理想のために命を落とした者が数多くいる。その事実を改めてオーブの民から突きつけられ、カガリは動揺する。偽名を名乗り戦いから距離を置こうとするアスランに対しても、デュランダルがそのあり方を問い詰めていた。名はその存在を示すものだ。ならばもしそれが偽りだったとしたら、それが偽りだとしたら、それはその存在そのものも偽りということになるのかな、アレックス。いや、アスラン・ザラ君。同じ頃、真の同期パイロットであるレイザ・バレルは戦場でネオと相対した時に感じた奇妙な感覚を思い出していた。なんだこれは。戦場で互いを感知するこの現象は、
かつてムーラ・フラガとラウル・クルーゼの間で起きた空間認識とよく似ていた。結局ファントム・ペインの激しい抵抗にミネルヴァは追撃を断念する。さらにそこへ驚くべき事件の報告がもたらされるのだった。残る命、散る命。ユニウスセブンが地球に落下し、甚大な被害が出た。ナチュラルとの協調を望まぬ一部のコーディネーターが引き起こしたテロリズムであった。これを機にコーディネーター排斥を唱えるブルーコスモスは世論を巧みに誘導し、ついに地球連合はプラントへ宣戦布告を行う。その動きに同調したオーブは元首カガリの不在のまま中立を曲げ、連合参加を決定してしまっていた。折しもミネルヴァはカガリを乗せオーブに到着。そこでシンはオーブに身を隠していたキラ・ヤマトとラクス・クラインにそうとは知らず出会う。せっかく花が咲いたのに波をかぶったからまた枯れちゃうね。ごまかせないってことかも。いくら綺麗に花が咲いても人はまた吹き飛ばす。キラたちと同じくオーブに身を寄せていたマリュー・ラミアスの警告で危機を察したミネルヴァは急ぎオーブを離れるが、地球連合軍の待ち伏せを受けた。再び戦乱に向かう世界、その中でアスランとキラも戦場へ戻る決意をしていた。アスランはザフトに服隊し、キラはアークエンジェルで独自の行動をとる。連合への参加を推し進めるオーブの中で一人居場所をなくしていくカガリ。キラは強引にアークエンジェルへと連れ出す。アスランも合流したミネルヴァはユーラシア西部を転戦。活躍の報奨としてひとときの休暇を得たシンはステラという不思議な少女と出会う。死に極端に怯えるステラは急に発作を起こして暴れ出す。自分と同じ戦争の傷跡を見たシンはステラを思わず強く抱きしめた。大丈夫だ、君は死なない。大丈夫、俺がちゃんと守るから。しかしステラはファントム・ペインの一人、ガイア・ガンダムのパイロットだった。何も知らないシンは必ずまた会いに行くと約束してステラと別れる。
ミネルヴァの活躍に押された地球連合軍は巻き返しを図り増援を派遣する。その部隊には連合に参加したオーブ軍が選ばれた。どこまでいい加減で身勝手なんだ。敵に回るって言うんなら今度は俺が滅ぼしてやる。ミネルヴァとオーブ軍の間で戦端が開かれる。ミネルヴァ艦長タリア・グラディスは主砲タンホイザーで一気にオーブ艦隊をなぎ払おうとするが、一気になぎ払う。取り返し30、タンホイザー起動。オーブ軍の戦闘に突如乱入したキラの乗るフリーダムガンダムとアークエンジェル。軍を引くようカガリは必死にオーブ軍に呼びかけるが、その行為は混乱に拍車をかけるだけに終わり、多大な犠牲を出して海戦は一時中断した。アスランはキラと直接会い、その行いを責めるが、プラントにも不信感を持つキラはあくまで独自の行動を取ろうとする。地球軍が今ここで何をしているかお前だって知ってるだろ。それはやめさせなくちゃならないんだ。でもアスラン、それでも僕たちはオーブを撃たせたくないんだ。キラ、本当はオーブだけじゃない。戦って撃たれて失ったものはもう二度と戻らないから。自分だけ分かったような綺麗事を言うな。お前の手だってすでに何人もの命を奪っているんだぞ。うん、知ってる。だからもう本当に嫌なんだ、こんなことは。撃ちたくない。撃たせないで。同じ頃、シンとレイは廃棄された地球連合の研究所の調査に向かい、子供を対象にした非人道的な人体実験が行われていたことを発見する。この研究所はステラたちファントムペインのメンバーに関わりの深い施設だった。コーディネーターは自然に逆らった。間違った存在とか言っておきながら、自分たちはこれかよ。遺伝子いじんのは間違ってて、これはありなのか。一体何なんだブルーコスモスってのは。一方ネオはミネルヴァを必ず沈めるよう厳命を受けていた。地球連合軍を率いミネルヴァに総攻撃を仕掛ける。
より離脱します。ミネルヴァ前進、モビルスーツは迎撃準備。オーブって言ったって今はもう地球軍なんだ。それなら俺が、こいつ、君は本当はオーブが好きだったんじゃないのか。だから頭に来るんだろう。違いますよ、そんなの。油断しないで、地球軍もいつ仕掛けてくるかわからないわ。こいつ、ラボにザフトがあってネオが死んじゃうわ。ダメ、ラボのみんな守る。軍も展開させろ。あと一息だ。今日こそ落とすぞ。まずいな、退路を完全に。俺は守り抜け。転身も無理だ。お前がとどめをさせ、突破するしか。任せろ。ミネルヴァ任せろ。お前は敵のモビルスーツを落とせ。これ以上やらせないわよ。死ぬ。怖い。カイアのパイロット、まさかステラ。こいつ大丈夫、もう大丈夫だから。君のことは俺がちゃんと守るって。オーブ軍、直ちに戦闘を停止せよ。軍を引け。どうしたのアスラン、シンは。わかりません。ですが敵のパイロットを収容したようです。オーブはこんな戦いをしてはいけない。これでは何も守れはしない。しまった、装甲が。地球軍の言いなりになるな。オーブの理念を思い出せ。これなくして何のための軍か。お前がとどめを刺せ。ああ任せろ。しまった、また。なんであんたはそんな綺麗事を。いつまでも。こいつ、やめろ。あの船を撃つ理由がオーブのどこにある。撃ってはならない。自身の敵ではないものをオーブは撃ってはならない。そう、お前ら。こちらに敵対する意志はなくても、本艦はあの船によって被害を被る。お前がとどめを刺せ。ああ任せろ。敵も敵艦として対応する。下がれキラ。お前の力をただ戦場を混乱させるだけだ。アスラン、どうして君は。こいつ、どけ。仕掛けてきているのは地球軍だ。さあお前たちをミネルヴァに沈めというのか。わかるけど、君の言うこともわかるけど、ハハ
らったぜてめえら。いい加減見飽きてんだよその顔。今度こそアタック。とどめを刺せ。ああ、任せろ。俺とルナマリアで脱出の突破口を開く。とどめを刺せ。ああ、任せろ。なんで落とせないんだよ、あれは。まだ戦いが続いてしまう。次こそは止めないと。お前もふざけるな。ザフトの新型まだ来るのか。やめろ、これ以上撃ちたくなどない。だから戻れと言った。撃ちたくないと言いながら、なんだお前は。でもカナリは今泣いているんだ。なぜ君はそれがわからない。お前がとどめを刺せず。ああ、任せろ。パワー切れ。真の奮闘でオーブ軍は壊滅。
インパルスガンダムが切り捨てた艦艇には真の恩人の姿もあったが、真がそれを知るはずもなかった。アークエンジェルも離脱し、ミネルヴァは危機を脱した。しかしミネルヴァが受けた損害も大きく、ルナマリアやアスランも負傷していた。こんなとこで落ち込んでたんですか。のんきなもんですね。ルナが心配してましたよ、どうしてるかって。自分もやられて怪我してるくせに。シン、そうやって偉そうな顔したって何もできなきゃ同じです。なんだと？悪いのは全部地球軍なんだ。あんただってそれと戦うためにザフト軍に戻ってきたんでしょ。だったらもっとしっかりしてくださいよ。一時はアスランを認めつつあったシンだったが、キラやアークエンジェルと戦うのをためらう姿を見て再び不信感を強めていた。ミネルヴァには先の戦いで捕虜となったステラが収容されていた。彼女は例の研究所で生まれた強化兵士エクステンデッドだったのだ。ステラは衰弱しきっていたが、彼女を治す設備はザフトになかった。このままではステラは死ぬ。シンはステラを連れ出しネオを呼び出す。死なせたくないから返すんだ。だから絶対に約束してくれ。決して戦争とかモビルスーツとかそんな死ぬようなこととは絶対遠い。優しくて温かい世界へ彼女を返すって。約束するよ。軍規違反を犯したシン、そしてシンに協力していたレイは映像に入れられる。シンの心にはステラを連れ出す際レイの漏らした一言が残っていた。どんな命でも生きられるのなら生きたいだろう。ザフト司令部からシンとレイに下された処分は、これまでの功績を踏まえて不問に付すという信じがたいものだった。ご心配をおかけしました。もう大丈夫です。いろいろとありがとうございました。いや、司令部にも俺のこと分かってくれる人はいるみたいです。あなたの言う正しさが全てじゃないってことですよ。自分が正しいと思うことをやった、そしてそれが認められたのだとシンは増長し、
アスランを軽んじる姿勢を強める。まもなくそこへベルリンで地球連合軍の巨大なモビルスーツデストロイガンダムが破壊活動を行っていると知らせが入る。ベルリンはザフトに友好的な都市であった。そのため見せしめに蹂躙されたのである。圧倒的なパワーを見せつけるデストロイガンダムを操っているのはネオの元へ戻ったステラであった。怖いものは、いや、なくすの。でないとみんな殺される。死ぬのはダメ。怖い。ブルーコスモスに服従するネオは信徒の約束を守ることはできなかったのだ。ミネルヴァはデストロイガンダム撃破のためベルリンへ急行する。そこに待ち受ける残酷な運命をその時のシンが知るはずもなかった。どうしてこんなことを、なんでそんなに殺したいんだ。女性は思ったより混乱してるようね。敵軍とは今フリーダムが戦っているわ。そんな、なんで奴が。思惑は分からないけど敵を間違いないで。司令部はあなたに期待してるわ。お願いね。
をして。強さが決まるわけじゃねえ。お前らは俺が。ここへもはなくさなきゃ。なんと私は。うわあ！こいつ！毎度毎度コケにしやがって。お前らは今日落とすんだよ。くそ、こんな奴らに。くそ、ダメだ、離脱する。こいつ、くそ、何を。こいつ、やめろ坊主。あれに乗っているのはステラだぞ。な、ステラが。そんな。
ラステラ、君は死なない。君は俺が守るから。シン、ステラ、シン、シン、攻撃に崩れ落ちるデストロイガンダム。シンはステラを助け出すが、すでに虫の息であった。ステラ、ステラ、どうしてこんな。シン、愛に同じ頃、撃墜されたネオを保護しようとアークエンジェルから降り立ったマリューは、仮面が外れたネオの素顔を見て言葉を失う。その素顔は死んだはずの恋人ムーラ・フラガとウリ二つであった。凄惨な戦場跡で必死の救助作業が進む中、デュランダルが全世界に向けて発した放送が響く。それはブルーコスモスの上位組織ロゴスを糾弾するものであった。軍需産業複合体で戦争を作り、戦争によって利益を得る死の商人である。彼らこそが平和を望む私たち全ての真の敵です。私が心から願うのは、もう二度と戦争など起きない平和な世界です。よってそれを阻害せんとする者、世界の真の敵ロゴスこそを滅ぼさんと戦うことを、私はここに宣言します。
デュランダルの宣言に世界中が沸く中、シンは誰もいない静かな湖にステラの遺骸をそっと沈めた。そしてステラを撃ったキラとフリーダムガンダムへの憎しみを激しく募らせていた。ダウン作戦。ミネルヴァに戻ったシンはフリーダムガンダムを相手にした戦闘シミュレーションに励んでいた。アスランはそれを咎めるが、シンは一顧だにしない。俺の知る限り今モビルスーツで一番強いのはこいつです。あのデストロイさえ倒したんだなら、それを相手に訓練するのはいいことだと思いますが、何かあった時あれを撃てる奴がザフトにいなきゃ困るでしょう。まるっきりわけのわかんない奴なんだから。アスラン、シンの言っていることは間違っていないと思います。よろしければアスランにもそのご経験からアドバイスをいただければと思いますが。いいよレイ、負けの経験なんか参考にならない。何？キラは敵ではない、必死に言い募るアスランだったが、その思いとは裏腹にザフト司令部より正式にアークエンジェル討伐の命令が下ってしまう。議長がおっしゃったのはロゴスを撃つということです。なのになぜアークエンジェルを撃つことになるんですか。この命令は絶対におかしい。もう一度司令部に。そんなことはもうやったわ。でも返答は同じよ。その目的も示さぬまま、ただ戦局を混乱させ、戦果を拡大させるアークエンジェルとフリーダム、今後の情勢を鑑み放置できぬこの脅威を取り除く。これは本国の決定なの。もうどうにもできないわ。すでに作戦は始まっているのよ。アスランはタリアに食い下がるが、本国の決定を覆せるはずがなかった。アスランは次第にミネルヴァで孤立を深めていく。ついにザフト軍はアークエンジェルの包囲に成功した。復讐の暗い炎を胸に宿してシンは出撃する。フリーダムは俺が倒す。
てきます。前に撃たせやしない。ありがとう、シン。インパルス、なんだ、バイオの動きが。シン、要せ、避難。本艦は機関の撃沈命令を受けていますが、この場で投降すれば攻撃を停止します。警告は一度です。機関の賢明な判断を望みます。機関の申し入れに感謝します。ありがとう。ですが、それを受け入れることはできません。再び二色になろうとしている世界にとって、今回はまだやるべき仕事があります。絶対に撃たせやしない。ありがとう、シン。だからこそ、今ここで消えるわけにはいかないのです。脱出を許されんことを。撃墜。アークエンジェルの撃沈は確認できなかったものの、最大の脅威を排除したことにミネルヴァは湧き上がる。その中で一人沈み込むアスランを見たシンは、復讐を果たした高揚のままアスランを挑発する。仇は取りましたよ、あなたのもね。何するんですか。は
いつを撃てたのがそんなに嬉しいか、得意か。キラはお前を殺そうとはしていなかった。あいつはただそれをな、嬉しかったら悪いんですか。強敵をやっと倒せて喜んじゃいけないんですか。じゃあどうしろって言うんです。泣いて悲しめってんですか、祈れってんですか。それとも俺が撃たれりゃよかったとでも言いたいんですか。あんたは神、怒りに任せてアスランは思わず神を殴りつけてしまう。こんな、やめてくださいアスラン。あいつに撃たれなきゃならないわけなどない。はあ、キラもアークエンジェルも敵じゃないんだ。何言ってんですか、あれは敵です。あちらの思惑は知りませんが、本国がそうと定めたのなら敵です。レイ、それを決めるのはあなたではない。我々はザフトですから。自分の選択が自分をどんな立場に追い込んだか身をもって思い知らされたアスランは愕然とする。シンやレイとアスランとの間にある溝はもはや埋めようのないものになっていた。正義とフリーダムガンダムは大破したが、キラはどうにか生き延び、アークエンジェルで傷を癒していた。同じくアークエンジェルに収容されたネオは検査の結果ムーと同一人物であることが確認された。しかし彼にはムー、一方デュランダルの生命は人々の認識を変えた。敵はザフトでも地球連合でもなくロゴスであると。そんな中デュランダルはシンとアスランに新たな力を授ける。新型モビルスーツデスティニーガンダムとレジェンドガンダムである。デュランダルの語る理想と新たな力をシンは無邪気に喜ぶが、自分の望む役割だけを他者に求めるデュランダルの姿勢にアスランは違和感を強めていた。アスランはもはや手駒にならない。そう見切りをつけたデュランダルはレイに命じ、アークエンジェルとの内通を罪状にアスランを捕らえさせようとする。ことここに至ってついにアスランはデュランダルとの決別を決意した。確かに俺は彼の望む通りの戦う人形になんかはなれやしないさ。いくら彼の言うことが正しく聞こえても。ルナマリアの妹メイリンホークの協力で基地を脱出するアスラン。
だが直ちにシンとレイが追撃をかける。事情も何も知らず、ただアスランが裏切ったと聞かされたシンは混乱したまま剣をアスランの上気に向ける。なんでこんなことになるんだよ、なんで。あんたは聞けシン。議長やレイの言うことは確かに正しく心地よく聞こえるかもしれない。だが彼らの言葉はやがて世界の全てを殺す。惑わされるなシン。俺たちは何のために今まで戦ってきた。あと一息で終わるその戦いをここで全て無駄にする気か。お前は。くっそー。シン、あんたが悪いんだ。あんたが裏切るから。シンとデスティニーガンダムのパワーの前についにアスランは撃墜されるが、かろうじて脱出しアークエンジェルに保護された。その頃ラクスはデュランダルの真意を探るため宇宙に上がっていたが、ザフトに発見され窮地に陥る。彼女を救うため宇宙へ上がったキラは、密かに開発されていたストライクフリーダムガンダムをラクスから受領するのだった。ありがとう。これで僕はまた戦える。僕の戦いを。デュランダル主導の戦いでロゴス幹部はほとんど討伐されたが、主会たるロード・ジブリールは逃げ延び、あろうことかオーブに身を寄せていた。デュランダルはオーブをロゴスに味方する者と非難し、討伐軍を差し向ける。オーブを撃つなら俺が撃つ。オーブをみすみす撃たせるわけにはいかない。出撃の準備をするアークエンジェルからマリューはネオを解放する。なんだ、どういうことだよ。あなたはムーじゃない。ムーじゃないんでしょ。マリューの涙に心の奥底にある何かを揺さぶられつつも、ネオはその場を去った。一方カガリは故国を守るため父から託された黄金のモビルスーツ暁を買って出撃する。カガリユラース派暁発進する。今はそのことだけを考えろ。これで
状況が変わりました。よくありません。いいわ、任せます。でも急いで。代わりにあなたかルナマリアが出なさい。無論我らも出ますが、その前に真の祈祷を、あれを落とさねば勝利はありません。真、祈祷しろ。なんで、まだ命令だ。奴に勝ちたければ一旦戻るんだ。
ルナマリア、お前は金色の機体を頼む。足止めでいい。俺は直接オーブを叩く。道を開けるわ。モビルスーツ隊、続け。やめろ。ジャスティスか。君の、俺はただ戦士でしかないと、そう言いたいのか。なんであれ、選ぶのはあなたですよ。それを決めるのね。力はただ力です。そしてあなたは確かに戦士なのかもしれません。誰も撃たせない。アスランでしょ。やめろ。こんなものに。今は下がるぞ。体勢を立て直す。スランザラ、ジャスティス、出る。敵の増援、ジャスティスなの。迎撃準備。本艦からも援護射撃。先に仕掛ける。続いて本艦が援護します。続いていけ、シン。お前が挑発によって自分を見失ったら、勝てる者も勝てない。おい、やめろ。おい、やめろ。おい、やめるんだ、シン。自分が今、何を撃とうとしているのか、お前、本当に分かってるのか。ロゴスを撃つ、だからオーブを撃つ、それが本当にお前が望んだことか。おい、だってそんな、あの時落としたのに。思い出せ、シン。お前は本当は何が欲しかったんだ。何を言ってるんだ、あんたは。何も分かってないくせに、裏切り者のくせに。死に損ないの裏切り者が何をのこのこと。惑わされるな、シン。やめろ。俺にだって。おい、やめろ。動け。こん
ことで、こんなことで俺は不利か。彼も発見できない。これでは戦闘の継続は無意味だわ。全軍オーブ領域外へ一時撤退する。聞くというのなら追撃はしない。全軍に徹底しろ。混乱した戦局の隙をついてジブリールはシャトルで月へ脱出する。それを確認したタリアはこれ以上オーブと戦う意味はないと判断し全軍を撤退させる。議長の命じたのはジブリールの身柄の確保でしょ。オーブと戦えということではない。軍人として命令には忠実に従いながらもタリアもまたデュランダルのやり方に疑問を抱いていた。オーブの実権を掌握したカガリも停戦を受け入れる。安堵するマリューのもとへ一度は解放したネオが戻ってきた。あんたを知ってるような気がする。いや、知ってるんだ。きっと俺の目や耳や腕や何かが。
だから飛んでいっちまえなかった。あんたが苦しいのは分かってるつもりだ。でも俺も苦しい。だからここにいていいか。そしてダクスは公の場に姿を現し、デュランダルの語る言葉とその真意について警鐘を鳴らす。私はデュランダル議長の言葉と行動を支持しておりません。戦う者は悪くない、戦わない者も悪くない。悪いのは全て戦わせようとする者、死の商人ロゴス。ナチュラルでもない、コーディネーターでもない。悪いのは彼ら、世界。あなたではないのだと語られる言葉の罠に、どうか陥らないでください。我々はもっとよく知らねばなりません。今、進もうとする先に待つ、世界の真の姿を。デュランダルが望むもの、彼の言う平和な世界がどんなものか、ダクスたちは気づいていた。デスティニープラン、生まれ持った遺伝子で全てを決めようという世界。望む力を全て得ようと、人の根幹、遺伝子にまで手を伸ばしてきた僕たちコーディネーターの世界の究極だよ。人は望むから戦う、欲するから争う。ならばそれを初めから封じてしまえばよい。自分にできることとできないことを、得られるものと得られないものを初めから知れと。もとよりそれは自分が生まれ持つ遺伝子が知っているのだからということだ。それが議長の言う戦いのない平和な世界なのです。ならば願うこと、望むこと、こうありたいと頑張ること、それらはすべて意味のない無駄なことなのか。カガリの悲痛な叫びがブリッジを貫く。無駄ね。無駄なことはしないのか。俺はそんなに諦めが良くない。そうね、私も。そう思うなら僕らは誰も今ここにいないよ、きっと。空へ上がろう、アスラン。僕たちも。キラ。議長を止めなきゃ。未来を作るのは運命じゃないよ。ああ。